ミュウ、金太郎でもない。いやもう知らないおじさんのマンションに行って殺意を持ってる。せーの、デカコヤちゃん、はい、終わりました。デカコヤちゃん、はい、今回で第11回になります。やってますね、はい、続いてますね、続いてますね、はい、いやもうちょっとテンション上がんないんですよ、もう。え、どうしたんですか。ジメジメしてて、ジメジメしてて、もう夏になってきて、しかも梅雨だから、このもうちょっとオンエアの時期は違うかもしれないですけども、そうですね、もうだって来ただけでびしょびしょになって、でまた着替えて、で動いたらびしょびしょになって、帰る時間も着替えて、これがねもう大変な時期ですけど、はい、ちょっと乾杯。はい、というわけでもう早速、はい、紹介しましょう。そうですね、この番組はお笑い芸人のデッカちゃんと、はい、スタジオ小山店長の私佐藤が今おすすめのバンドを紹介する超豪華音楽番組です。本日のゲスト呼んでみましょう。はい、本日のゲストはザ・ミュウさんです。こんにちは。はい、デカコヤちゃん、今回のゲストはザ・ミュウさんです。紹介していきますよ。シンガーソングライター古川ののこさんとリードギターを務めるチャミコさんの作曲ユニット、結成してまだ1年も経っていないバンドですが、実力は折り紙付き。今回はスタッフ福井ちゃんおすすめのバンドです。どんなお話が聞けるか楽しみです。それではどうぞ。酒が飲めるぞ。デカコヤちゃん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ザ・ミュウさん、カタカナザ・ミ、点が入って、ミュウですね。ミュウ。古川ののこさんですよね。古川ののこさんチャミコさんもローマ字なんですね。チャミコさん、あ、どちらも大丈夫です。もうすぐ今日が終わる。デカコヤちゃん、なんか結成の由来というか、どういう流れで、そう、きっかけは何だったんですか。下北沢で飲んでて、一緒に飲んでて、もともと友達で、あ、もともとよく飲んでたんですけど、一緒にちょっとバンドやりたいなっていう話をして、で飲みながら、覚えてたんですね、その 飲みながら話してあの、すいません、金太郎でも飲んでた。金太郎の結成は金太郎、あとカウンター席でね、カウンター席でカウンターって本当にいいもんじゃない、いいもんじゃない、絶対タバコ吸いながら。でも由来は可愛いですけどね。うん、あ、本当ですか。あ、バンド名の由来、あ、確かに。なんでそのクモッカでなんかつけるってことで名前つけよっかみたいな。名前の由来覚えてる？ポケモンが嫌い。僕あんま詳しくないですけど。ポケモンの主題歌作りたいよね。ザ・ミュウで。そう。いいね。作りたいねっていう話をしてミュウっていう。長いです、音楽活動は。長いよね。本当に長い。まあまあ。あったのは19ぐらい。19ぐらい、未確認ですね。ああ、その早めに出会いは。確認フェスティバルっていう、何、演奏会じゃなくて。演奏会みたいな。え、そんな本化してないよ、あれ。なんか、何、バトルみたいな。全然違うよ。演奏会とバトル。いや、バトル、バトル。なんかその、優勝者を決めるみたいなやつよな。バトルやつだったんですね。だけはののちゃんは弾き語りで出てて、私はステレオガールってバンドやってて、バンドで出てて、うん、で、その時は別に仲いいとかじゃなくて、うん、ライバルだから。ライバル。デカコヤちゃん。
この番組にも出たらしいんですけど、ゴライコーズっていう、ステレオガールはゴライコーズと一緒にあのカナダのツアーを行ったことがあるんですよ。カナダで、そう、なんかそういうのがあって、そこでゴライコーズと仲良くなって、うん、それのライブを新宿のナインスパイスってライブハウスに見に行った時に、うん、こう再会したんですよ。お私も仲良くて、うん、ゴライコーズとね、そう、そう、でその時は全然知り合いじゃなくて、うん、そこら辺にビールがあって、うん、あの私がそれ自分のじゃないとは思ってて、うん、でもなんで。してそれがチャミコだ。今怖い。どうしよう。どうしよう。その後のーちゃんと喋り始めて、そう2日間ぐらい一緒にいたのね。そう、まるまる。急接近っていうか。もうすごい仲良くなって、実家泊まりに行って。あ、そうそう。一緒一緒にいてくれや。てかこやちゃん。小山佐藤の排泄機材見せてくださーい。はい、このコーナーではゲストの大事にしている機材を紹介させてもらいます、はい、はい、今回は、うん、ザ・ミューのギターです。チャミコさんの、チャミコさんこちらギターですね。はい、演奏でも使ってた、はい、さっき使いましたね。うん、大事にしてる機材って言われましたよね。大事にしてるのかな。でもね、どっちかというと早く買い替えたいんですね。まだまだフェンダーの、はい、ジャガーっていうギターで、はい、なんですけど、はい、下北沢にあるベースメントバーっていうライブハウスで前越、はい、した時に、はい、ポンって投げたら、はい、ポンって投げたんですか。投げたら肘置きの部分が取れちゃったんですよ。僕の大好きなクラリネでかこやちゃんベースメントバーのバーカウンターの後ろにある棚に行くのか。私に帰りなさい。でかこやちゃん。そしてもう一つ、エフェクターですね。はい、はい、あー、エフェクター、うん、持ってくるの忘れちゃったんですけど。あー、どうぞ。重たいから。愛が一番。これは、うん、まあ、パズーなんですけど、はい、昔からパズの音が好きで、はい、結構いろいろ試したり買ったりしたんですけど、これがなんか、沖縄の人が手作りで作ってるみたいな。そうですね、ロシメラルシっていう、そうそうそう、やつで、うん、で、まあ、古い、すごい簡単に言うと古いパズの、はい、音を再現したモデルみたいな、うん、まあ、めっちゃざっくり言うと、そうですね、そうそう、昔のパートそのまま使ってたりとかの、そうなんです。でかこやちゃん買ったのが、うん、通販で試奏、うん、見つけて試奏させてくださいって頼んだんですよ、うん、そしたらあの僕の楽器屋さんはあの自家通販みたいな感じで、うん、店とかなくて、うん、そのショーケースとかがないから僕の家に聞きに来てくださいって武蔵小杉の知らないおじさんのマンションに行ったんですよ。でかこやちゃん。で今回のマジックチェリーパイはどういう風な曲なんですかね。チェリーパイ私が歌詞とメロディーも作って、はい、あとみんなにやってみたいな感じで作ったんですけど、うん、どういう曲ってなんですか。なんかね、可愛いタイトルだけどローリングソバットが出てくるから。でもその一個やっぱね、このミューのテーマになる曲を作りたいなと思って作ったところはありますね。うん、すごいなんか聴いてて気持ちいいし、まあ、なんか、うん、のーちゃんってすごいこう可愛らしいところとか、見てて和むところがあるんですけど、その裏になんか殺意を持ってるみたいな。ハント精神を持っていくって大事だね。うん、それが、うん、一撃が多分ローリングとか。でかこやちゃん。めちゃくちゃいい空間の、ギアを弾けてよかったなって感じで、すごい可愛らしさと、詰まったと。もしかしたらちょっと足がこうなってるかもしれない。そのあとの瞬間殺意が出てるかもしれない。顔もすごいかもしれないですけど、ね、チェックしてみてください。でかこやちゃん、なんか今後の活動とかなんかありますかね。あ、6月後半だったらちょうど京都にライブに行きますね。あ、京都、京都のグローリーっていうところ、京都グローリー、うん、6月24日、多分土曜日だと思います。6月末に歌うさかな、うん、あ、
心斎橋また大阪なんですけど、歌う魚で2人セットで、はい、日当たりなんで、そう、アコースティックのところなんで弾き語りでね。ああ、いいですね。あとは、もう決定はしてないじゃないか。もうちょっと先にまた発表があると予定はいくつかあると思う。あ、例えばレコーディングをもくろんでね。いいですね。もくろんで、もくろんで、まだ、まだ動いてるんだけど。あ、でもスケジューリングを知ってるとか。あ、もくろんで、サボメンとかエンジニアさんの予定を今合わせてる段階なんで、音源を、音源としてはまだない。そう、ないですね。販売してたりとかもない。ライブ音源だけですね。あ、ライブのそのまま、うん、ライブの音を iPad で撮ったやつをデータ分けして、うん、それを手作りのなんかライナーを入れて、うん、CD のケースに入れてっていうのしか今までやってないんですよ。会場1枚1個につき20枚ぐらいしか作らないやつ、うん、大変だから大変だから折り込みするの大変だそこまで。じゃあ今ステッカーあるんで、ステッカー買ってワクワクしといてもらって、うん、で、あの音源が出たらそれを買ってください。デカコヤちゃんということでね、それでお別れしましょう。はい、それではゲストザ・ミューさんでした。ありがとうございました。スタジオコンパー、ありがとうございました。ありがとうございました。デカコヤちゃん、ご視聴いただきありがとうございました。スタジオ小山チャンネルにて演奏編、デッカちゃんのドデカレコーズにてトーク編を動画アップしています。ぜひチェックしてね。